はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日2月19日になります。はい、本日のユーティリティネイチェックしていきましょう。おっと、無料の補給物資ということでね、レベル2。はい、じゃあやっていきましょう。はい、と言っても言うても今ちょうどね、0分になります。ちょうどイベントが発生したとこなんだけど、帰宅した時に、ちょっとやりました。まあ、早朝もやってるけどね。早朝はファーストの方でやって、ある程度デイリーの方も、まあ、攻略、クリアできた感じで。で、1時間前。2時間前かな。一応ね、ファスナハトやったんだよ。で、ファスナハト会場のとこでログアウトして、お風呂入って、ちょっと一杯飲んで、0分が迫ってきたんで、再開する。そんな感じです。はい、頑張っていきましょう。なんか若干お祭り感があるような BGM が？気のせいか？はい、まあ、そんな感じで、イベント会場入りました。で、まあ、開始して、30秒ぐらい過ぎた感じだね。一応さ、どっかパーティーに入れていただい、入れへんがねー。まあ、そんな感じで、今回パートもね、こんな感じで始めていきたいと思います。ちょっと、音楽だけやるか。自分がこう、急がなくても良さそう。そうだね、良さそうな感じだね。はい、じゃあまあ今回パートもね、やっていきたいと思います。一応ね、数時間前、多分1時間前だな。1時間前やったとき、どれだ？巨人のマスク的な、ゴブリンマスク大量にあるけどね。そう、巨人のマスクが初、手に入りました。ちょっと良くないんで、兵士のマスクしとこうかな。はい、そんな感じでよろしくお願いします。まあ、ここからやるのもね、いつもと同じ感じなんで、カットして、報酬のとこまでね、飛ばしちゃいます。よろしくお願いします。はい、終わりました。いやーし、お腹も空いてるし、どうだ？なんか、マスク。道化師のマスク。ピエロ的な、そんな、新しいやつかな。わ、初めてのマスクだ。はーい、じゃあ、ま、そんな感じでやっていきましょう。じゃあ、手荷物いっぱいで、どうしようもないんで、ちょっとパワーアーマー乗ってみて、どうですかね。重量どうかな。よいしょっと。はい。乗りましたけども。はい、これだぞ。ファストトラベルできるね。じゃあ、荷物整理からやっていきましょう。いつまで、証書交換900がいつまで続くかわかんないけど、まあ、やっちゃいましょう。ファーストの方はね、もう、マーブルガチャ、めちゃくちゃ回しまくってます。900丸々使う感じでね。やって、あとね、デイリーの方も済ませてんだけど、ファーストの方がそろそろね、達成できそうな感じです。ポスタンバッジ、8つがね。はい、余計なものはないか。なんか突っ込めそうだね。あの人がちょっと、乗いてくれれば、あ、OK。じゃあ、入れちゃいましょう。カメレオン T45、ヴァンガード。右足と、処刑人。ああ、この二つもいらないな。残り792って感じか。よし。じゃあ、今回パートもやっていきましょう。さてですよ。ですね、チャレンジ。レベルアップする、デイリーオプス攻略、完了する、ブラッドイーグルを倒すということでね。まあ、この辺もなんか、この辺同時に
行けそうな感じはするんだけど、そうね、ブラッドイーグルでも殺しに行きますか？ブラッドイーグル。どこだっけ？うん。9個だか、あ、9匹だから残りね。あ、まあ、着いた瞬間にクラベリーレディッシュ食べちゃおうかな。はい、到着しました。あとやっぱね、デイリーオプス、ザピット、発生した瞬間にね、そっちの方を参加してやっていきたいと思いますけど、お腹も減ってるから、ちょっとなんか欲しいよな。キノコとか、キノコスープ的な。行こう。まず先に殺せるのは、ちょっとびっくりした、びっくりした。ランチャーのやつがいるぞ。で、え、引っかかってる。はい、5体しかいない感じ。いただけるものはいただいていきましょう。もういっか。レジェンダリーさっき処分した分以上あるね。うわー、怖えそうな感じ。じゃあ2箇所目行きますか。2箇所目行く前に一回ちょっともう一回処分したいな。やってんねー、146なんとかさん。どこだ？ブラッドイーグルはこの、あ、違うか。探そうとすると結構なんかわかんなくなる感じ。まあ、探しながらちょっとね、荷物整理してきます。ここはどう？なんかあそこ、さっき人がいたとこだっけ？もうかなり酔っ払ってるんで、ね、ちょっとわかんないんだけど。一応、レベル今139だけど、半分ぐらいまでいってるから、140には上げれそうな気はするんだけど。うわーい。めんどくせえとこだけどやっていきますか。どこどころ垂れ、どこ。ボルト10人2054がわわ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 わ。はい、やっていきましょう。あと4体レジェンダリー周りにいるけど、登っ上の方に行けばボス系いるよね。登りきれないー。こっから一回ちょっと溜めて。よし、こキーキースティム入れて、8？ うわ、重くなっちゃった。いける？うわ、あー、まあさまさまだけど、あと1体あと1体あと1体ん？見えたぞ今。そこは違うか。ヘロー。いた。はい、お疲れさんでした。ブラッドイーグル10人倒すということでね。
はあ、これでギリか。え？何何何？スティーム取っても終わりそうだし、まあ、あ、見える、見えるぞ。はい、まあそんな感じで、ですね、自宅の方を変えちゃおう。殺せるやついたら殺しちゃうよ。ここか。オッケー。これ取ってもダメそうだぞ。お腹いっぱいになっちゃってダメ。ファストトラベル切れてる？ちょっと待ってね、皆さん。ハイボール飲みます。さてさて。デイリーの方も終わってないし、デイリーってか、あの、ポッサンバッチのやつね。終わってないし、お腹も減ってるし、なんか来たぞ、このタイミングで。誰だよ。いやいやいや。大丈夫な人ですよ。撃たなくてもいいんじゃないですかね、みたいな。まあ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 。ですね。クラフトと販売用のに切り替えて、せっかく来てくれたんだから。世界が挨拶をしてたわ。撃っちゃいます。線とか余裕ありそうだけど、案外すぐね。よし、世界を回すのは商売、それから重力、なんて当然と思わない。で、どうですかね、ポッサム系のやつも復活してんのかな。あ、復活してんね。なんか来てるで。いやいやいや、そこは撃たんでええやろみたいな。まあじゃあちょっと食料品取りに行きますか。まあ、ここにちょっとあるんだけど、キノコが食べたい感じなんで、キノコ取りに行きましょう。キノコの場所はここですね。そこの道路側の方の地下。一応このキャラクターのセカンドちゃんの最初の拠点がそこにあるんだよな。行きましょう。脳みそキノコとかちょっと集めましょう。ちょっと鬱陶しいから。どっから入んだっけ。じゃねえか。あ、ジャンクありそう。取れねえんだけど。どっから入んの。こっからか。右でも左でもどっちでもいいんだけど、回収していきましょう。取られてる。あ、あるねー。いやーね、よくわかんなくて、ファーストの方は、肉食動物、変異ね、なっちゃってんだけど、セカンドちゃんみたいに草食にちょっと変更しよっかなと思ってね、まあ、そっちの方が効率はいいんで、だから何かのタイミングでベンダー巡った時に、いい変異のね、やつがあったら、一気にちょっと
変えていっちゃおうかなとは思っておりますけどね。はい、じゃあ収穫できたし戻りましょう自宅にね。何今のボタン連打してキャンセルしちゃった。一瞬足音聞こえたような気がするけど、じゃあこれでちょっと食事してお腹満たしていきましょう。いやーなんかね、もうかなりね今眠たいですね。一応デイリー終わらす気満々なんだけど、仕事終えた後にアントマ見に行ってみたいなね、目しょぼしょぼで、なんかもうダルダルで、もうなんかめんどくせえなと思ってたけど、見たら見たで、結構元気になるし。もう帰って寝てえと思いながらいたけどね。若干映画でちょっとこう元気になれたんで。はい。じゃあ、やっていきましょう。ウニのスープじゃなくてこっちね。対応じゃ。ドッグショップ。ラットローチ系がないということは若干ちょっと不安だぞ。またラットローチ買わない、狩らないかん感じ。よし。じゃあ、数日ぶりの、食事じゃないけど、アッシュローズ。アッシュローズと、デイリーで、取ってた、キノコたちが、なんと、なんとですよ。こっちか。これで、ね、バレンタインのブーケ、それにの素材で使うんだよね。あと数日前に行ったホワスプのこの辺のザ・ディープだっけ、そこの中で取った熱の花も素材で使うみたいで、だからもう処分しちゃったけどうまいこと考えてんな。そんな感じね。よし、じゃあ行きましょう。次の目的地は、やっぱちょっと怖いからパワーアーマー乗ってこう。到着したとこにヤオ具合がいるんで、それをねちょっと処分して殺していきましょうか。じゃん。どういった？ここね。いやーこのまま寝たいけど、もう一杯ちょっと飲みたいなって感じもあるからね。さて、やっぱハネムシ系のやつもさ、取りに行かないといけないからな。こいつじゃないでしょ、レジェンダリーは。オペン。いる。ちょっと。びっくりした。特に良さげなやつはねえぞ。病気になっちゃったし。前回のはきっと置き忘れたんですよね。はい。で、どこか足りない？未発見か、ここ。え？ローチだけ？ローチだけっぽいな。で、なんか上にはなんかヘリみたいな音が聞こえるし。ベルチバードボットでも飛んでんのかな？はい。じゃあ行きましょう。まあ、汚染物質のやつは、まあ、録画外でね、終わらしていこうと思うんだけど、
待てよ。はい、よし、じゃあ報告しましょう。残りはまあ、ガチャいっちゃいますか。証書の方も3000ぐらい溜まったしね。確かね。たらさ、4000か。金塊、いまだ、クリエイターとかのさ、クエスト終わってないから、どうだ、キャップル、もう一個。わ、一声なかったか。はい、まとめていきましょう。じゃあ、まあ今回の動画のマーモルガチャやっていこうと思うんだけど、デイリーオプスとこれ同時に終わらせるっていうかね、全然、何これ、ね、最近の流行り、シャーシ送っての。79、まあ800。まあ20はね、なんかクエスト行ったらそこら15回やり行きましょう。じゃあ1個目いきまーす。じゃん、バンパイアショートハンティングライフル10両円。2個目、クワッドのクライオレーダー V ダメージ 50% とステルスフィールドいらねえな。これもいらない。5個目、いらねえなー。5個目とかじゃねえか、もっとか。あ、でもいいんだよね。次5個目か。はい、ハンターのガドリングのさ、なんか欲しいんだよなー、いいやつ。対アーマー、ギロ速、マガジンの最後の弾、これがいらねえんだよな。はい、タイアーマーガドリングレーザー10両弦と V ダメ50。まあ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 結構いいよね。次8個目、貴族いらねえな。9個目、忍び寄る。10個目、ミュータント50口径。残り5いきます。強戦士、壊し屋、あと2つ、グールスレイヤーで、次ラストいきますか。お願いします。ジャガーの弟グレードランチャー。はい、そんな感じで今回パートはこんなとこで終わりかな。一応さ、タイヤマーとかね、大事なやつは処分しないように、これだけ残そっかな。よし、じゃあ、行きましょう。突っ込んで行きましょう。リロソック。272。はい。これなんかシャーシとか、シャーシテロってやつだよね、これ。ちょっと外の明るいとこ行こう。なんだろう、時間的なやつなのかな。なんかいつもならさ、この日をまたぐ感じ、12時、0時前とかって結構ピット系とかね、デイリーオプス系のチーム作成結構あるんだけどな。
はい、まあそんな感じで今回パートはこんなところで終わりたいと思います。近海の方もね、そろそろ交換できるようにそろそろボルト79に突っ込んでいって話も終わらせないといかんな、そんな感じに思います。将来的にはセカンドちゃんはガウス系のさ、ミニガンとか装備させたいなって感じなんで、金塊集めが必須ですね。はい、そんな感じで今回はこんなところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。